残念ですね。やられました。ただ下田の方も計算されてないですね。こちらの方は勝ちですね。打ち方がちょっとひどかったです、私もね。ああ、勝ってたね。もうちょっと打ち方遅く打つんですね。それで、13、15分ですからね。この辺がミスったかな。これは勝ちでしょ、こっちだとね。あ、打ち方ミスったな。ほら、どんどん落ちてるよ。これは勝ったんじゃないの？あと1分ぐらいあるんだよね、これね。がっかり、打ち方ミスったかな。ね、落ちる、落ちる。ね、左上から2番目ですからね。ちょっと上がった。難しいかな。ね、お、ほら、怒ってますね。ああ、勝ってる、勝ってる。打ち方間違ったね。もうちょっと遅らすんだね。勝ってる、勝ってる。ああ、上がっちゃったか。どうだろう。一番ギリギリで打つのが大事だったかな。ああ、落ちてるね。どうだろう。僕は負けちゃったけども、ちゃんと投資する。ああ、ほら、落ちてるよ。ね、12分ぐらいで打っちゃったね。15分なんだけど、こうなんだけど。早く打ちすぎちゃってた。ほら、勝ってる、これ。残念だな。ほら、全然勝ってる。ほら、落っこちたでしょ。読み合ってるでしょ。ほら。まだ、15分になってないから、ね。判定されてない。ほら、こんな落ちてる。うっかりしたな。勝ちですね、これね。5つ打つところね、もうちょっと15分だからもうちょっと待つべきだったね、後半の。ほら、勝った。勝ちましたね。がっかり。勝ちましたよ。ね。勝ったけども、打ち方間違ったけど、こっちでは負けちゃったね。今日は1勝1敗で、あ、2勝1敗で、ですね。2勝1敗。まあ、1個勝ったからいいでしょう。ね、2勝1敗だもんね。これちょっと。次の分析を。やってみましょう。残念でした。勝ってた。